どうも、ちゃこ先生です。今日はいつもと全然違う画角でお送りしてますけど、先週言いました通り、今日は、まあ、お知らせ動画みたいな形になります。何のお知らせかと言いますと、ゲスト動画のみにしますというお知らせです。何の話かと言いますと、これまで視聴者の方をゲストとしてお呼びして、その人の好きなものとか沼とか推しの話をひたすら聞いて、まあ、雑談して楽しく喋るっていう動画をね出してきたんですけども、で昔はそんなことやってなくて、最初の頃ってもう自分の好きなものについてばっかり喋ってたんですけど、なんかね、こっちの方を私はやりたいんだなっていうのを最近思うようになってきまして、一人で好きなものについて喋ってる時ももちろん楽しいんですけど、誰かが好きなものの話を楽しそうにしてるのを聞くのがほんと好きだなっていうことがなんか最近やっと分かってきまして、だったらもう自分語りやめて人の好きなものの話だけに特化したいなっていうふうに思いまして、でいつからやるかっていうことなんですけど、6月からの動画はもう全部ゲストさんの動画にしようと思ってます。で今すでに何人かもう撮影させてもらってストックがあるんですけど、まあ、5月はストックを貯める期間にしたいなということ でそれに伴いましてツイキャスの方もちょっとやろうかなと思ってまして、まあ、題してリスナーの推しを全肯定するキャス、全肯定キャスなんですけども、通りがかりの初見さんにちょっとコラボで上がってもらったり、まあ、コメントでやり取りしたりして、ツイキャスの様子も動画にして5月はそれをアップロードできたらいいかなと思っています。とにかくゲスト動画に切り替えていくよっていうお話でございます。今4月、今月末ですけど、4月の初めに YouTube を始めてありがたいことに1年経ちまして、まあ、今はね文字書いてる動画がメインになってますけど、それをするとも思ってなかったし、こう人と喋るっていう風な動画になるだなんてことはもう全く予定してなかったというか、これはなんかやっぱやり始めてみて分かったことだなとも思うんですね。なのでいろんな人のいろんな好きなものの話を聞きたいし、まあなんか知りたいっていうのがあるんですよね。自分が全然通ってこなかったジャンルとか、単純に発見があるっていう面もありますし、まあなんか自分自身の幼少期の話になっちゃうんですけど、なんか自分が好きになってきたものって結構マイナーなものが多かったというか、そのせいで少しちょっと寂しい思いをしてきた部分があるんですね。具体的な作品名とかを出すとそれを好きな人を傷つけることになるので、ちょっと名前は挙げられませんが、まあ、例えば自分の境遇とか自分の選んできたものとかもそうで、例えば部活なんですけど吹奏楽部だったんですよ。まあ吹奏楽ってね、こう今でこそまあ割とこう強豪校とかあって盛り上がってますけど、私が学生の頃ってもうちょっとなんというか、言っちゃ悪いですけど、こう地味な子が集まるみたいな、まあそういう学校だったってのもあって、バスケ、テニス、陸上みたいなちょっと華やかな部活と対比されて陰気な人が集まる感じみたいな風に言われたり思われたりして、でもこっちは音楽が楽しくって入ってるのに、なんかちょっと嫌な目にあったことがありまして、たまたまそれを選んだだけなのに、自分が好きなものがメジャーかマイナーかっていうだけで理不尽にネガティブな思いをしたっていうのが10代の頃は結構ありまして、自分の好きになるものってみんなマイナーでみんなダメなものなのかなっていう風に思えてしまうぐらい、なんか自分が好きなものにすごく自信がなかった、結構今もあるんですけど、で私はある程度こう吹っ切れるようになってきたけど、多分今もそういう文化ってまだあると思うんですよ。こんだけ YouTube とか SNS が発達して好きなものを発信しやすくなったにもかかわらず、社会的に見たらとっても小さなコミュニティとか、すんごいちっちゃいクラスターとかで肩身の狭い思いをしてる人たちって絶対いると思うんですね。私はそういう人たちに寄り添いたいというか、その人たちの話こそ面白いと思うんですよ。そういう人たちほどこうおごりがないというか、自分の好きなものにこうひたむきというかね、なんか混じり気のない気持ちでそれを好きって多分思ってると思うんですよ。そういう人の話を聞いてみたいなって思うし、そういう人の好きなものを全部全部素晴らしいって言いたいんですよ。全肯定したいっていうのがすごくあって、
で、私は学生時代自分の好きなものの話を聞いてくれる大人とか聞いてくれる友達がもう少しいたらあんなに生きづらくなかっただろうなって思うんですよ。友達とかにさえちょっと説明するのも億劫というか、なんかその人にもなんか申し訳ないみたいな、知らないのに説明してもなみたいなところがあったりして、好きなものの話もあんまりこうリアルの友達には言えない。でもネットでだったらなんとなくこうコミュニティがあってそこでは言えるみたいな、そういうこう狭い方へ狭い方へ行って、自分の好きなものってやっぱこんなに素敵なんだっていうのをニコニコ聞いてくれる人が欲しかったっていう記憶がすごいあって、誰かにとってのそういうポジションに自分がなれたらなとも思ってます。伝わるかわからないんですけど、自分の好きなものに卑屈になってる人に誰か一人でもこの動画が届けばいいなと思います。で、まあここまで動画見てくださった方で、まあそんなに言うんだったらちょっとお前に私の好きなもの、俺の好きなもの話してやってもいいかなって思ってくださる方がもしいらっしゃれば、 Twitter の DM とか、まあ、ここのコメントでも何でもいいんですけど、この動画見たんですけど私はこれが好きなんですけどちょっと聞いてもらえませんみたいな雑談のノリで構わないので、ちょっとなんかコメントいただけたりアクションいただけたら嬉しいなと思いますので、でいきなりゲスト撮影っていうのはきついと思うので、ビデオもつながないし、もちろん録画もしない、普通に音声だけの通話っていうのもやってて、 Zoom とか Skype とか Disco とか、まあ、何でもいいんですけど、通話アプリだけで好きなものの話1時間ぽっきりっていうのを全く知らない方とやって、楽しかったって言ってくださってる方も結構いらっしゃるので、まあ、なんか友達になるくらいの気持ちでお気軽に絡んでくだされば幸いです。はい、まあ、というわけで今日はこれだけの動画です。なんて中身のない動画なんですかね、ひどい話ですけど、キャスもちょこちょこやろうかなと思うので、 Twitter の方で突発的にポンってツイキャスやりますっていうお知らせが行くと思うので、よろしければ Twitter の方に飛んでみてください。こいつどんな風に喋ってんのかなっていうのが気になった方は、概要欄の方に今までのゲストさんと喋った動画が並べてあるので、またそちらの方もチェックしてみてください。はい、というわけで今日は以上です。ありがとうございました。